伝説が生まれた夜。ナンバーアンダーライン愛が CDTV ライブ。ライブ。で披露した、圧倒的なパフォーマンス。平野翔の金髪さらすと、岸ユ太タの爽やかさ、神宮寺ユ太タのクールな魅力が炸裂。夜の街にコークネオンが静かに輝き始めた頃、一つの場面が人々の視線を釘付けけにしました。その中心に立つのは、 今や日本の音楽シーンを席巻するナンバーアンダーラインイの3人。平野翔、岩優太、神宮寺・優太が、まるでステージを支配するかのように、自然体でありながらも圧倒的な存在感を放っています。この夜は、特別な一夜となることが予感されるものでした。彼らの姿がそこにあるだけで、その場の空気が一変する。それは単にアイドルグループのパフォーマンスを見るという次元を超えた。 ままるでで時が止まったたかのような瞬間でした3人の登場は、まさに完璧といえる調和の美しさを示していました。それぞれが個性的でありながらも、共通のスタイルを持ち、それが一つの統一感を生み出しているのです。まず注目すべきは、そのファッションセンス。3人ともが長袖のシャツに薄手のジレを羽織り、どこか統一された雰囲気をまといながらも、それぞれの個性を存分に引き出していました。 キシユタの髪型は、黄金色の明るいトーンが軽やかに立ち上がり、まるで彼の若々しいエネルギーを象徴するかのよう。白い長袖シャツと淡い黄色のジレが、彼の爽やかさを一層際立たせ、まるで18歳のように若々しく、エネルギッシュな姿を見せていました。その姿は、ファンのみならず、誰もが目を奪われるほどの魅力を放っていたのです。一方、神宮寺ユ太タは、 全く異なるスタイルでありながら、騎士とは対照的に、シックで洗練された印象を与えていました。黒髪のふんわりとした髪型は、彼の美しい顔立ちを一層引き立て、どこかヨーロッパ的なロマンチックさを醸し出しています。黒の衣装を選んだ彼は、白い肌をより際立たせ、その魅力を最大限に発揮していました。その姿はまさに、静かな夜の中でひときわ輝く月光のようでした。そして 平野翔彼の登場は、観客の期待を超えるものでした。金髪にストレートな前髪を下ろし、その小さな顔立ちは可愛らしさを強調しつつも、どこか不敵な魅力を醸し出していました。彼が身にまとうのは、ナイキのレザー製ジレ。これが、彼の持つ無邪気さと、時折見せるやんちゃな一面を見事に表現していました。まるでいたずらっ子が大人の世界に迷い込んだかのような、 そんな感覚を抱かせる姿でしたが、その全体像は、見るものを虜にせずにはいられないものだったのです。ナンバーアンダーライン愛の3人が出演した CDTV ライブ。ライブ皆さんはご覧になりましたか私は、正直言って、番組開始前から興奮が収まらず、心臓がバクバクしていました。だって、あの平野翔くんの金髪サラストですよ。もう、 想像をはるかに超える衝撃と、同時に、ものすごい幸福感に包まれたことを今でも鮮明に覚えています。あの日、テレビの前で、私は息を飲みました。翔君はいつもとは違う、少し大人びた表情で、金色の髪をさらさらと撫で下ろし、前髪を少しだけ長くして、目を伏せていました。その姿は、まるで、舞台の幕が開く直前の、 緊張と期待に満ちた役者のようでした。彼の隣には、岸優太くんと神宮寺優太くんの姿がありました。岸くんはいつものように明るい笑顔を見せながら、少し茶色みがかった金髪を軽くウェーブさせて、爽やかな印象でした。一方、神宮寺くんは、黒髪を少しだけ長めにカットし、サイドを軽く刈り上げ、クールな雰囲気を漂わせていました。三人のスタイリングは、 どこか共通点がありつつも、それぞれに個性が光っていました。全員が長袖のシャツの上に薄手のジレを羽織っていましたが、その色使いや素材、シルエットは、それぞれ異なる印象を与えていました。まるで、それぞれの個性を際立たせるための、計算された演出のように感じられました。特に目を引いたのは、将軍の金髪サラストでした。彼のトレードマークともいえる、あの明るい笑顔に、 少しだけ影が差したような、大人びた雰囲気が漂っていました。これは、単なるヘアスタイルの変化ではなく、彼自身の内面的な成長を象徴しているようにも思えました。ステージが始まると、3人の歌声は、会場に響き渡り、私の心を揺さぶりました。歌いながら、翔くんの視線は、時折、遠くを見つめるように、どこか虚無感を漂わせるような表情を見せることもありました。 これは、単なるパフォーマンスではない。彼の心の奥底にある、何かを見せようとしているのではないか、私は、そんな風に感じました。パフォーマンスが進むにつれて、岸くんはいつものように明るい笑顔で、観客を魅了していました。彼の歌声は、力強くも、どこか優しさが感じられました。彼は、まさに、グループのムードメーカーであり、観客を笑顔にする存在でした。 神宮寺君は、クールな表情で、力強く歌い上げていました。彼の歌声は、深みがあり、どこか哀愁を漂わせるような、魅力的なものでした。彼は、グループの安定剤であり、パフォーマンスに深みを与える存在でした。三人のパフォーマンスは、それぞれが個性的な魅力を発揮しながらも、完璧な調和を生み出していました。それは、まるで、長年の年月を経て培ってきた、 三人の強い絆と信頼関係の証のように感じられました。しかし、彼らのパフォーマンスの中で、私を最も引きつけたのは、翔くんの金髪サラストでした。彼の金髪は、まるで、彼の心の奥底にある、複雑な感情を表現しているようでした。私は、翔くんの過去のパフォーマンスを思い返してみました。彼はいつも、明るく笑顔で、観客を魅了していました。 しかし、彼の笑顔の裏には、時折、どこか影を感じさせるような、複雑な表情がかいま見えたこともありました。このように、それぞれが異なる魅力を放ちながらも、3人が一堂に会することで、まるで一つの芸術作品のような完璧な調和を見せる。それがナンバー・アンダーライン愛の最大の魅力であり、彼らがなぜこれほど多くの人々を魅了し続けるのか、その理由を如実に物語っていました。 この夜のパフォーマンスは、彼らのファッションだけでなく、彼らが持つ個々の魅力と、それが織りなすグループとしての一体感を象徴していました。騎士の若々しいエネルギー、神宮寺のシックな洗練さ、そして平野の無邪気でありながらもどこかなぞめいた魅力。それぞれの個性が融合し、誰もが一瞬にしてその場に引き込まれていったのです。パフォーマンスが始まると、三人は息を合わせ、 まるで一つの生命体であるかのように動き出しました。楽曲のリズムに乗り、彼らの動きは水の流れのように滑らかで、観客はそのダイナミックなパフォーマンスに釘付け家となりました。騎士の軽やかなステップ、神宮寺の優雅な動き、そして平野の鋭いダンスが、まるで一つのストーリーを語っているかのようでした。その瞬間、観客と彼らの間にある壁が消え去り、 まるで一体となったかのような感覚を覚えた人も少なくなかったでしょう。この夜のステージは単なる音楽パフォーマンスではありませんでした。それは彼らが持つすべての才能と個性が集約されたまさに芸術的な表現の場でした。そしてその瞬間に立ち会えた人々は彼らが未来にどれだけ大きな影響を与える存在であるかを確信したに違いありません。彼らがこれからどのように進化し、 どのような新しいステージを見せてくれるのか、その期待感はこの夜を境にさらに高まりました。このように、彼らの魅力は単に表面的なものではなく、彼らが持つ人間的な深さや、彼らが表現するすべての要素が絡み合った結果であることが、この夜のパフォーマンスを通して再確認されたのです。そして、彼らの持つその独特な魅力が、彼らを他のアーティストとは一線を画す存在にしているのです。 彼らがこの先どのような道を歩んでいくのか、そしてその道の先に何が待っているのか、誰にも予測できません。しかし、この夜のパフォーマンスが示しているのは、彼らがどんな状況でも自分たちのスタイルを貫き、観客を魅了し続ける力を持っているということです。それが彼らの強さであり、彼らがこれからも多くの人々に影響を与え続ける理由でもあります。そして、最後に一つだけ残るのは、 この夜に彼らが見せたパフォーマンスが、彼らのキャリアの一つのマイルストーンとなり、彼らのこれからの挑戦を示すものであるということです。観客は、彼らがどのように進化していくのか、その目で見届けることになるでしょう。そして、その過程で、彼らがまた新たな驚きと感動を提供してくれることを期待しています。ナンバーアンダーラインアイの3人が、この夜に見せたパフォーマンスは、 彼らが音楽業界で新たな歴史を刻むための第一歩であり、その歩みはこれからも続いていくでしょう。そして、その道のりがどのようなものであれ、彼らは必ずやその歩みを力強く、そして自信を持って進んでいくことでしょう。彼らの未来がどれほど輝かしいものになるのか、それは誰にもわかりませんが、一つだけ確かなのは、この夜に彼らが見せた輝きは、永遠に色あせることなく、 彼らと共にあり続けるということです。